はい、こんにちは、カドバです。ドラゴンクエスト10続けていきたいと思います。前回の続きですね、ポイクリンリターンズっていうね、怪盗ポイクリンのね、絡んだクエストをやってるんですけど、バージョン4のクエストですね。それで1話、2話って進んで、今3話目かな。まあね、1をクリアしたら2が出てみたいな感じなんですけど、その奥で、天魔で、バージョン1でいたんですけど、それの話が出てきたので、おお、僕、いいところに来てくれたよ。キエルグという悪魔にピンチョが取り付いちまった件なんだけど、ファヒータが目を覚ましたから、ピンチョを助けるための作戦会議を開こうってポイクリンから連絡があってさ、もちろんあんたも参加してくれるだろう。一緒に悪魔をやっつけてピンチョを助け出してやろうじゃないか。はい。お、シグシャ、シグシャじゃない。シグサ、美少女怪盗のポーズ。お、いいね、生かすね。いけてるね。あんたなら仲間のために一肌脱いでくれるって信じてたよ。さらば愛しきポイクリン。それでは早速、作戦会議だよ。ポイクリンとファヒータを呼んでくるから、あんたはその辺で待っていてくれ。その辺って言われても困るよね。どの辺だろうね。あ、この辺ね。改めて紹介するね。みんなもう知ってると思うけど、ピンチョの婚約者はファヒータよ。元婚約者よ。嫌味な女ね。私、あの人、ピンチョを助けたいの。あんたたちに協力するのは、利害が一致しているからそれだけよ。あのキエルグって悪魔は3つの秘宝を欲しがっていたわ。そのうちの2つはすでに奴の手の中にある。あんたたちも知っての通り、双角の兜と胸部の瞳がそれを、きっと奴は残りの1つを奪いにやってくるわ。残りの1つは風の星布と呼ばれるもので、ドルアーム水晶球の王立研究員にあるわ。キエルグはその3つを使って天魔カバルナを復活させるつもりよ。だから私たちは全力でそれを阻止するの。もちろん体の乗っ取られてしまったピンチョのことも救出するわ。私も行くわ。悪魔の力がなくたってここにいるボンクラどもよりは役に立つはずよ。誰がボンクラだ。ポッコの大親分に負けた分際でこのプツ女、お前友達いないだろ。言葉には気をつけることね。その口を二度と聞けないくする方法ぐらいいくらでも知っているわよ。もちろんあんたにも来てもらうわ。ケルグについて一番詳しいのは他でもないあんただからね。ポコ、私はファヒータと一緒に行くから、ドラウム水晶球の王立研究員で合流しましょう。風の腰のはレモモという研究員が管理しているわ。先に着いたら彼女に話を聞いてみてね。王立研究員の、ああ、そうだね。こんにちは。私はここで、異物の、修復や管理を担当しているレモンと申します。あら、もしかして私に何かご用ですか？はい。あ、その話は聞いています。シリー主任からあなたに風の腰のお渡しして守ってもらうよう指示がありました。ですが、思わぬ問題が生じてしまったんです。風の腰のはこの魔法の壺の一つに保管されているんですけど、このガラスケースを開く鍵の場所をド忘れしてしまったんです。ヒントはここに書かれているんですが、美しい翡翠賞の宮殿の1階にある砂の地、そこに並ぶ3兄弟のうち腕の立つ者の下に鍵を隠さん。一体どこのことなのでしょう。鍵さえあればあなたに腰の、風の腰のを渡しできるのに。1階の3兄弟の何？これか？違うな。あった。なんだあれ。お、宝箱がある。まあ、ここは来てなかった。あ、その間はもしかしてガラスケースの鍵を見つけてくれたんですか？はい。ありがとうございます。さすがチリ主任のに風の腰布を任された腰布の専門家ですね。それじゃあ早速風の腰布を取り出しますね、はい。その時、扉が開いてレモンと同じ姿をした研究員が部屋に駆け込んできた。お、あ、すいません。なんか急に眠くなっちゃって寝過ごしちゃいました。え、あれ？私の、この私のそっくりさんは一体？
し、呪文の効きがちょっと弱かったかしら。まあいいわ。なんと風の腰の持ったレモモがピンチの姿に変化した。けいけっけ、変装はポイクリンの先輩特許じゃないんですよ。それでは皆さんさようなら。お、大丈夫ボコ。ピンチョというか悪魔ケルが部屋から飛び出していったけど、はい、レモンに化けた悪魔ケーグルに風の腰の盗まれたことを伝えた。うん、これでカバルナを呼び出すために必要な3つの秘宝はまんまと奪われたってわけね。ケルグはカバルナの、復活のための儀式をどこかでするはずよ。それだけは止めなきゃいけない。問題はあの悪魔がどこへ行ったのかわからないということ。そういえばあいつボロノスの穴の奥にあるっていう海底の牢獄への行き方を知りたがっていたわ。私はそんな場所興味なかったから適当に聞き流してたんだけど、確かそこで大事な人に再会したいって。マヒータ、その情報とても役に立つわ。あの悪魔はきっと海底の牢獄でカバルナを復活させるつもりよ。ポコ、覚えてるわよね。あなたが最初にカバルナを倒した場所よ。うん、それじゃ早速そこへ行ってあいつを切り刻んでやればいいのね。ええ、ピンチを助けた上でね。ちょっと考えがあるの。僕は先に海底の牢獄へ向かってて、ファヒータは私と一緒に来てくれない？誰があんたの言うことなんかって言いたいところだけど、あんたのことだからどうせまた何か企んでるんでしょ？いいわ、乗ってあげる。あんたのその悪知恵には散々してやられたからね。ありがとう、ファヒータ。それじゃあ僕は先に海底の牢獄に向かってて。向こうでは何が起こるかわからないから、準備は万全にしていってね。それじゃあまた後でね。まあ、戦うんだろうな。まあまあね、それはね、そうだろうとは思ってるけど。ここだね、最初のとこね。まあ最初のとこっていうか最初戦ったとこで、バージョン1の話なんで相当昔ですけど。オンマリア・ダマトゥン・サラトゥン・ザワン・イサ・カバルナ。英語の和を巡りし、和があるじ、天魔変わるなよ。今再び、その恩味、この地に表したまえ。結構、2回戦ったっけ ?3 回だっけ。おお、その美しいお姿を目にすること、どれほど夢見ていたか。お待ちしておりました、カバルナ様。あなたの通じた下僕、しもべだね。ケルグでございます。共にこの大陸を滅ぼしてくれましょうぞ。我が従僕、ケルグよ。この度の働きをまずは褒めてやろう。よくやった。ありがたきお言葉。我のためにここまで尽くしてくれる従僕は貴様だけだ。さあ、親しい再会だ。貴様の真の姿を我が前に。仰せのままに。本当に大義であったな。まあ全部無駄だったけどね。天知いる、地知る、人ぞ知る。美少女怪盗団ポイクリンズ、トリオになって華麗に参上でございますわ。二人とも早くピンチを安全な場所へ。ひえー、なぜだ、なぜお前らがここにいる。召喚の儀は間違いなく成功したはず。
本当に私が3つの票を三つ盗まれたと思っていたの？あなたの狙いは最初からお見通しだったわ。あなたが盗んだ双角の兜、虚無の瞳、腰の、風の腰布、あれらはすべてあらかじめ私が偽物にすり替えておいたものだったの。票がなければカバラのも復活しない。つまりあなたの作戦は最初から積んでいたのよ。悪魔を騙すなんて、なんて極悪な奴らなんですか。私を怒らせたことはあの世でたっぷり後悔させますよ。今のワンカットもらえます。ポイクリン。多分なんだけど、バージョン4の敵なんで、メラドストーン。絶対あの、天魔より強いよね。しもべって言ってるけど。ってことは、復活した、なんだろう。まあ、天魔がね、まあ、本当の力取り戻したみたいな感じだったら、もっと強いんかな。もうこの時点でね、天魔より強いかな。そう、高貴なる悪魔の私がこんな小娘に敗れるなど。ファヒータ、そのいろいろとごめん。だけど今度こそ僕は。いいの、もう気にしないで。私にも至らないところがあったんだから。ファヒータ、それじゃ。私って一度こうだと思い込むと他のことが何も見えなくなってしまうから、真実の愛を見失ってしまっていたの。でも今回あなたたちに助けられたことで、誰かを本当に愛するっていうことがどういうことなのか気づくことができたわ。うん、僕もそうなんだ。だからもう一度、もう迷わないわ。優しくて強くてかっこいい私の運命の人、ファヒータ。ホイクリン、あなたこそ私の愛。え？今回、自分より頼りがいのある人にリードされているうち、今までにない感情が芽生えてきたのよ。だから婚約のことはもういいの。お互いすっきり水に流して忘れましょう。そんな。ひとまず一件落着ってとこかしら。そしてボッコ、これは私たちからのお礼よ。よかったら受け取って。お。
一度カバルナが復活してしまえば、それを封印するために必ず誰かの犠牲が必要になる。だからもう二度とそんな犠牲を出させたりしない。あの時私はそう誓ったの。いろいろ黙っていてごめんね。それでも協力してくれてありがとう。本当だよ、水臭いね。ヒーローってのは孤独なもんなのかもしれないけどさ、もうあたいたち三人は美少女怪盗団ポイックリンズの仲間なんだから、一人で抱え込むんじゃないよ。ありがとうダルヌ。それじゃあ最後にいつもの行ってみましょうか。それでは皆さんごきげんよう。チーム残さず綺麗に退散ですわ。お、ポイックリンズ構成員、これだ。仕草のみポイックリンポーズはい、ということでね、まあクリアしました。最後までご視聴いただきありがとうございます。よろしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしていただけるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。